はい、皆さんこんにちは。久しぶりにですね、この時間帯災害対策110番を送りたいと思います。災害対策っていうのは、まあ、簡単に言っちゃうと困った時の110番、ね、困った時の神頼みと災害対策を、対策110番を合わせて災害対策110番と言ったんですけど、あの困った時の110番ですね。はい、今回さすがにあのこの話をしないといけないと、そんなことです、はい、で地震簡単じゃないし、日本で聞いてると日本のマスコミがやっぱりいろんなことを考えて正しい情報をくれません。私の知る限りの地震情報で、私この番組の中ででも何度も再三言ってますけど、予言当たりましたね、あの九州地方での大地震ね、はい、だから予言が当たること嬉しくはないんだけど、やっぱり真剣に考えてもらいたいっていうね、あの九州だけじゃないです、今日本中どこでも地震が起きる可能性があるので、それに対することをしっかりと、で今回の地震も検証してまだ終わってないので、どうなるか分かりませんけど、オンエアもね3人でありますから、皆さんと一緒に真剣に考えましょうということで、九州の阿蘇の大地震を語ります。それではよろしくどうぞ。はい、で今度ね、平成28年阿蘇地震とかいう名前らしいんだけど、阿蘇か九州、うん、熊本地震かな、分かんないけど、うん、で、僕のこの喋っている、こちらでいうと金曜日だから16日かね、15日かな、16日か分かんないけど、それの夜ね9時ぐらいの時点の話です。だから夜の9時ですね、この時点の話だと、なんかね3つの地震が同時に起きたっていうこと言ってるのね、うん、でこれってねすごいマスコミが勝手に作った言葉で、3つの地震が同時に起きてるわけじゃないです。3つ大きいのが、うんね、要するにマグニチュード6以上の地震が3箇所で起きて、3つ目の地震が一番でかかったのかな。他にも余震はさ100何十回あるんだよ、ねうん、で最初 6.5 ぐらいだったのが後半ね 7.3 の地震が起きたんで、そういう言い方をしてるんだけど、うん、これどういう地震かって考えなきゃいけないの、うん、まずね。で一番重要なのはプレート境界の活断層地震って、こういうふうな言い方をしてるんだけど、これ大きなもん間違いがあるんでね。要するに断層があることが地震の原因じゃなくて、地震によって断層ができるわけだってね。そしてその断層ができた場所っていうのは、地震が頻発に起こるプレートの可能性があるから危ないって言ってるわけなんだよ、うん、で一番これ問題しなきゃいけないのは、その震源地の周辺にあるのは火山があるってことなんだ、阿蘇山、うんね、で阿蘇山の下ってどうなってるの、あの先端に出っ張ってあれだけでかいカルデラっていうさ、まあ、あれがあるじゃない、あの噴火口ね、あれの下に大量の火山性のマグマだとかそういうものが溜まってるわけですよ、元々から。怖いね。だからしょっちゅう地震が起きたり、しょっちゅうあそこで噴火が起きるでしょ、うん、でそれと連動してないというのはどういうことかっていうと、阿蘇の人たちに要するになんだ経済的な問題とかダメージを与えないためにね、火山と地震が連動してるって言ったらもうパニックになっちゃった、収拾つかないから、そういうふうに言ってるだけの。でも事実だったらさ、うん、なんか言ってくれないと。だからあの簡単に言うとさ、その情報はどんなに言っても信じない人もいるし、ね、うん、どんなに言っても安心しない人もいるし、いろんな人がいるじゃない、だけど、ね、事実認識をしっかりしなきゃいけないことであって、うん、マグニチュードね6以上とか震度6ぐらい揺れる、要するに直下型の、要するに10キロぐらいのその浅い地震、うん、これがこんだけ頻繁に起こって、ね、有感地震が100何十回、ね、震度 30, 3以上がどのぐらい起きてるか分かんないよ、その中で震度6以上がもう最低でも3回4回とか5回起きてるわけでしょ、ね、これってどういう状況かってことを考えなきゃいけないし、一番問題なのは最初の一番最初、最初に本震と言われた地震、うんうん、それから、ね、しばらくしてそれよりもでかい地震が起きてるってことを考えなきゃいけない。なんかそれがなんか今までにないね。でね、マスコミの言ってる嘘をはっきりとこれで分かってもらえたらね、嘘を言うのも仕方がないと思うんだけど今のマスコミは、うん、でもね真剣に考えなきゃいけないのは、あの近くのちょっと距離が離れてるからこれ別の地震だって言うんだけど、東北の地震見てみなよ、震源地全部バラバラだよ、海の方も山の方もあればいろんなとこもあって、これ全部余震って言ってんだよ、ね、こんないい加減な展開ないし、結局誰に聞いて書いてるかってことがいかにいい加減かってことなの、新聞でもニュースでもどこでも、うん、テレビでもね。だから実際のことをちゃんと考えてみて分かることで、同じ近辺で東北なんかにしてもさ、驚くほどもっと近いところ、ね、余震もくそもない近いところで起きてるの。だから阪神の地震と熊本地震っていうのは若干近いんだけど、熊本は一つ違うことを言えば、うん、火山性地震が入ってるところだ、うん、で当然ね震度7も揺れるマグニチュードがさ6とか7の地震が火山のところで起きれば、ね、阿蘇山の下はどうなんの、揺れ動かされちゃうわけだから、当然そこにあったプレートでもないマグマだってシェーカーされるわけでしょ。そしたらマグマって出てないんだよねまだね。まあ出てない、うん、だから一番怖いのは火山の噴火口から噴火するんじゃなくて断層地区から噴火することが一番怖いんです。怖いね。でそれが本当の意味の火山なんだよね。だから突然生まれるわけ火山っていうのは地面から。
山の山頂が噴火したっていうのは、前に噴火したところにかさぶたができて、そこからまた血が出たみたいなもんで、だから僕が一番心配したのは箱根も今もそうなんだ。箱根も今も心配ですごく怖いんだけど、箱根の小尻の方に噴火の兆候がある断層があって、そうすると小尻は今のところ湖のところで普通の民家があるようなところなんだけど、それが怖いよね。そう、そこが火山になって山になっちゃうの。民家のとこからいきなりさ、マグマ出てくるんですよ。そういうもんなのよ、火山ってのは。それが怖いね。うん、だからそれも踏まえてどうやって考えたらいいかっていうのが対策なんだよね。だから皆さんに言いたいのは、まだあの噴火が起きてない地域とか、またはね、まだ災害が起きてない地域、まだ地震が起きてない地域、みんな考えてほしいんだけど、起きるということね。これからもっとすごい災害が起きるという前提です。だから今その熊本近辺にいる方はね、その震源地に近いところで避難してください。これが一番いい。で、ある程度大事なものとかそういうものをやったとしたら、まずインフラをあのちゃんと取れるところに避難しなきゃダメで、当然家心配だろうし、いろんなことがあるけどね、例えばさ、九州のどっかの島だったら、みんな島から避難したでしょ、他の島に行ったでしょ。同じなんだよ。で、火山と同時に地震の方がもっと怖いこともいっぱいあるわけだから、まず避難しましょう。ね、うん、その上で、あのもちろん通帳とか印鑑とかあらゆるものも含めて、大丈夫な状態になって、うん、それでやらなきゃいけないと。それで、またはその被災地に行って協力してくれる人たちもそうなんだけど、マスコミが邪魔してて救援活動とかできなくなってる状況がいっぱいあるらしいんだ。そうなの？そう、だからマスコミの車がいっぱい入りすぎちゃってて、物資とか水とか届けたら入れなくなってる。邪魔だね、うん、マスコミ。だから逆に言うと、そこにいる人たちがマスコミを規制するようにしなきゃダメだ。そうだね、マスコミのがいらない。で、テレビのディレクターとか、そのマスコミの人間っていうのはさ、威圧的な態度でさ、邪魔だからどいてくれとかってやるから、そうじゃなくて、その人間たちを追い出して、まず警察、自衛隊、そういう車両ね、それたちを優先に動かせて、それであと道路が絶対陥没しちゃったり、いろんなことをしてると、橋も崩落したっていうことだから、大変な橋がね。それも踏まえた上で、どうやったらその本土とか土地とかいろんなところとの連絡が取れて孤立しないで、で情報を交換し合って、インターネットうまく使って、まず身の回りの人たちの安全安否をちゃんとやる。ね、うん、それが大事だと思うね、うん、これはね、皆さん全部やるべきだと思うよ、うん、その上で、今後の地震対策をしていかなきゃいけない。で、今後最悪の事態がどんなことが起きるかってことをちゃんと計算した上で、ね、起きた時にどういうふうな対処をしたらいいかってことを決めなきゃいけないの。それは各自治体、家族、要するに周りの人間、隣組でもいいんだ、その人間たちの中で協力できるような体制を作るってことが大事。ということは、箱根に住んでる人も、浅間に住んでる人も、蔵王に住んでる人もみんな同じなんだよ、ね、自分たちの町が突然大地震で火山が噴火することを考えた上で、今のうちからシミュレーションしておくと。で、どこであったらいいかと、みんながね。よく都内なんかで地震がある可能性を考えたときに、例えば300年とか江戸時代から続いてるようなさ、あの神社とかあったらするお寺、古いお寺っていうのはそういうような地域で大丈夫だと立ってるから、だからそこに行ければいいと。うん、そういうことだね。あと、あれらしいね、都庁ってすごく丈夫らしいよね。そうだよ、丈夫なところに作ったんだよ。地盤がすごくいいから、うん、そこに都庁を作ったんだって、うん、だからそれも含めてね、昔あのやっぱ東京でも震度5強のさ、地震があった時に、やっぱり都庁にいた人たちがさ、京王プラザとぶつかるんじゃないかぐらい揺れたらしいんだ、うん、その揺れ方はすごかったんだけど、そもそも建物の建築がその揺れに対して強いふうに作られてるから、うんうん、だからどんなに揺れても安全である、また土地であってとかね、うん、これがまたはその同じあれでも初台とか、うん、あっちの幡ヶ谷とかあっちの方に行くとさ、全然今度違って、ね、すごい地盤悪いところあるらしい、ね、どこが悪いって聞いたことある？あのやっぱり初台とかそっちの方かな。で、なんか都庁 の、 そのホームページ見ると、うん、地盤の強度とかって見られるらしい、ね、書いてあるね、うん、あのね、何々がやってついてるのはあんまり良くないのよ。なるほど、ね、谷っこついてるところに出していい傾向はないから。渋谷は谷だよ。谷だね、うん、だからよく見てみると、あそこの町ってさ、結構気風が高くて坂が多いでしょ。そう、ね、そういうところはやっぱり何かしかの元々にあれがあると思ったらいい ね、 ね、よくさ、渋谷で迷子になったら坂を下れば駅に着くとか言うけどさ、そんなこと言うね、よくね、言う人いるけどさ、道玄坂も坂だね、確かにね、うん、坂の下にあるなって感じがあるよね、うん、だから皆さんはね、あの自分の土地、特に火山とか山があって座を噴火したりなんかしたところは、うん、ちゃんとそこを考えておくことね。うん、だから箱根なんかは本当危険で、蔵王とかそこら辺の方はさ、何にも始まってないことだ、うん、温泉宿とかみんな崩壊しちゃってダメになっちゃったじゃないね、うん、だからそれ、だからあの風評被害で箱根を守ろうってやったんだけど、うん、もちろん守るのは大事だけど、箱根も十分に一番怖いってことを考えて、特に巨大な火山2つ持ってるから、ね、何にも起きてないのが怖い。そうですね、大涌谷が観光になってること自体が安全な場所じゃないってことを分かった上で、うん、地球は生きているからね。そうですね、うん、まあそこまでの話にしとくけどね、少なくともこの地震っていうのは全然まだ終わってないし、日本列島の地震は全然どん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 北上してるって分かってほしいの。北に上がってるから、そうやってね、今年まだまだいくらでもあるよ。
さあ、そういうことでちょっと脅かしたみたいだけど、災害の対策を最初にしとけばということが大事です。はい、じゃあ皆さん頑張ってください。また来週です。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。